はい、ゲーム動画でいこうです。カルチョビット R をやっていきたいと思います。ではですね、開幕戦のイーダビスタ戦まであと2週です。というわけで今回も、練習試合をやっていきたいと思います。いい女子選手がいないかなと思って見ているんですけど、やっぱりなかなか女子選手が出る機会というのがないんで出てこないですね。諦めましょう。はい、というわけで練習試合ですけど、N1 がいますね。何がいいんだろう。エドワード欧州と浅草サンダーボルトやりましたね。フォルティール浜松ってまだやってなかったんじゃないかな。シマントスもありますけど、コーチの。フォルティール浜松に行ってみましょう。本丸がワントップか。見てみましょう。まあそろそろ公式戦も近づいてくるんで、新婦選手を落として、揃えたいと思います。まあ、あくまでこの試合勝つ必要ないですからね。今回2本入れましょう。緑の代わりに広田か。で、今回はジョーコーの起用ですね。はい、これ女子選手ゼロになりました。試合を開始しましょう。はい、45分のハーフですので、ゆっくりやっていきたいと思います。つないでいきたいですけど、パス回しをしっかり、一切取られちゃいますね。すごいね、シュートの高さというか威力が。なんか相手の方が大きい。おっと、先取点取っちゃいました。福山が上げて、そこに広田が飛び込んできたみたいですね。広田もなかなかいいですね。オッティ、あ、そういうサッカー選手いなかったっけ。トッティなのか。あっさり同点追いつかれました。満月から金子、そして、本丸。本丸マークしてたんですけどね、それをかいくぐってしまいます。さあ、ここだけ、これは、強い本丸。本当にミスは見逃さないっていう感じで、しかも速さがありますね、本丸は。さて、ここは慎重に慎重に勝つでいきたいもの。捉えちゃいました。サッカーゲームですか。サッカーゲームは、あんまりサッカー好きじゃないんで、って、あんまりないんですよね。サッカーをやったことは。ファミコンで、ニンテンドーのサッカーなど、やったことはあるんですけど、サッカーゲームってほとんどないですね。で、このですね、カルチョビット R というのが、
ダービースタディオンやベストプレープロ野球と、同じパリティウィットなので、そういったやっぱり育成とか、選手、チームを作って、優勝を目指すっていうゲームが多いんで、これならばスルメみたいなゲームでやれるでしょうっていうのはあるんで、ただ実はですね、このスマホ版が出るまで、タイトルはまあ知ってたか。本丸すごいな。実はあんまり知りませんでした。タイトルは知ってたけど、中身までは詳しくわからなかったんですけど、で、スマホ版が出まして、まあ、1200円の買い切り。で、ステップリーグまでは、無料ということで、ああ、これは、買わなきゃっていう使命感がありまして、買わなきゃ、かっこ使命感ですね。それで買ってですね、遊んでるわけです。でも、もう1年ぐらい経ちますね。で、ようやく N2 に上がったところですね。非常に選手の動きとかが面白いし、フォーメーションとかですね。選手の強化、特訓などを、考えるのが面白いんで、あとは経営要素もありますんで、選手を入れ替えたり、他のチームから選手を引っ張ってきたり、所属してない選手を獲得したりというのがすごく楽しいですね。ダビスターは結構調教がね、手動でやらないといけないんで、結構手間なんですけど、このゲームは、まあ、特訓はあるんですけど、そんなに、毎週やらんでもいいんで、まだ、負荷は楽ですね。むしろ、ベストプレープロ野球みたいに、試合を、こう、見るっていうのが、楽しさがあるんで、ほんとスルメゲーっていう感じですね。はい。これ気に入りましたら皆さんも買ってみてはいかがでしょうか。おっと、10個フルに来ましたね。負けちゃいました。さて、1周目終了です。2周目が、なるほど。これも N1 チームと当然やらないといけないですね。アサミか。6000万っていうのはまあなかなかすごいんですけど、その割にコスパはそんなに高くないですね。さよ、お、かわいいな。さよぐらいなら確保してもいいんじゃないかな。オファーしてみましょう。消費する選手ですね。難しいかもしれませんねって言ってます。まあでも、一応はコンタクトを取ってみます。チーム編成ですけど、ちょっと男子選手で高い選手は、首にしたいんだがな。まあ、男子選手で高い選手って浜田とか、深澤もちょっと落ちてきてるんだけど、力あるからな。みんな貢献してくれる選手ですし、そこら辺ちょっと悩みはありますね。まあ、だんだんと年俸は上がってきてますね。
ルベか、そんなにいる選手でもないかもしれないですけど。さて、2試合目の練習試合をやりたいと思います。キャピタル東京というチームですね。一応トップはマークしてます。マークするのは当たり前として、これもいい選手だな。国分もマーク。さあスタメンを見てみましょう。翌週試合ですからね、さすがに。こんな感じですか。で、キーパーは広岡です。これには残しておきましょう。さあ、試合開始です。1点は欲しいですね。まあ、このゲーム1年ぐらい遊んで、今動画がですね100回、超えましたね。今5年目ですので、その分の動画を、まあ公式戦ほか練習試合もありますんで、当然その分の動画数はあるんだけど、今押したな。それでもなかなか終わらないというか、何百回ってなるんでしょうね、多分ね。まあ、そう、ダビスタの進出馬編かなをやってたんですけど、これが結構作業が大変で、馬を買ったり、頭数が多くなると、調教というか、出走も、勝ち合わないように調整して、G1 をなるべく多く取るっていうようなことも、たりして、ん？どうしたんだろう。お、ちょっとピンチですね。おっと、キーパーナイスカバー。が、国分がやられました。ここは防いだんですけど、いつまいか国分にボールが渡っちゃいました。ディフェンダーですね。まあ、ウィーニングポストを最初、中心に、動画を上げていたんですけど、やっぱり、収めてない、動画に収めてないところで、出走など大変で、結構時間かかってましたね。で、私、チャンネルとしてはですね、他に鉄道バスのチャンネルもやってまして、チャンネルを加えるとかなり時間取られましたね。なので、まあでも、ウィーニングポスト、本当に楽しいですよ。で、今は、シーツバって言っても、どうせ本物じゃないじゃないですか。これ名前がシーツバ、名前とちょっと能力の傾向がシーツバっぽいっていうだけで、なので、もう自家製サーバーで、やろうっていうことになりまして、と動画のリストを上に、そうですね、ポップアップブロックをしてない、人でしたら、見れるようになってます。
こちらの、ウィニングポストも遊びに来てください。さて、いよいよ、試合ですね。おー、試合やっちゃったらダメだ。オファーです。多分これで女子選手確保するには、選手クビしないといけないんじゃなかったかな。うん、女子選手はいなさそうですね。というわけで、おっと、動画来てますよ。なんだろう。フィルトアーソアテア、これ。RPG で頂きを目指せってすごいな。ドラゴンエイクというアプリです。仲間と出会い。さあ、スペシャルメニューをゲットしました。おっと、翼くんのドライブシュートですね。さあ、もう。ここはカニ歩きで練習してます。選手も気合い乗ってるますね。まあ、そういうところなんですけど、いよいよ次回開幕戦イータビスタ戦は次回の動画ということで、今回はここまでとなります。いつも言ってますけど、チャンネル登録まだされてらっしゃる方はぜひお願いいたします。また、下の説明欄に、ブログ、ツイッター、あと、この、カルチョビットアーの、動画集のプレイリスト、のリンク載っけてますので、よければそちらアクセスしてください。また、最後に、関連動画とか、関連プレイリストも、載せておりますので、そちらからもアクセスしてください。よろしくお願いいたします。はい。ではまた次回、よろしくお願いいたします。ゲーム動画でイコーでした。